安定性が一番高いのがスクワランオイルなんです。化粧品の裏に書いてあるラベルです。そこの後ろに全成分スクワランと書いてあるものを選んでください。はい、皆さんこんにちは。50代からの大人の美容についてお伝えしています。炭酸美容家高橋ひろみです。50代を超えると肌が乾燥しているなというふうに感じている人も多くいらっしゃるのではないでしょうか。私も50歳を超えてからやっぱり、ね、肌が乾燥しているなというふうに感じる日が結構増えてきました。この乾燥ですね、放っておくとどんどん乾燥してしまいます。そしてこの乾燥して見えていると老けて見えてしまうんですね。なので乾燥させないことがすごく大事になります。そこで今日は美容オイルについてお話ししていきたいなと思うんですけれども、美容オイルの中でも特に私がおすすめしているのはスクワランオイルなんですね。なので今日はスクワランオイルについてお話ししていきたいなと思いますので、老け見えさせないために、お肌をカサカサさせないためにもぜひね、スクワランオイルについて皆さんにも知っていただきたいと思いますので、よかったら最後までぜひご覧ください。このチャンネルではアラフィフや50代からの大人の美容についてお伝えしています。大人の美容でいつまでも若々しく健康的にキラキラと楽しく綺麗に年を重ねていきたいと思っている方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。美容にはオイルが欠かせないと思うんですけれども、いろいろな美容オイルがありますよね。何を使っていいのかちょっとわからないっていう方もいらっしゃると思います。例えばオリーブオイルとかマカデミアナッツオイルとか、まあ米ぬかオイルもそうだし、アルガンオイルとか、まあいろんなオイルがある中で、私がね一番おすすめしているのはスクワランオイルなんですね。植物オイルはそれはそれでいいとは思うんですけれども、やっぱりオイルって酸化しやすいものだったりするので、私はできるだけ安定しているオイルっていうのをおすすめしているんですね。でその安定性が一番高いのがスクワランオイルなんです。それからスクワランオイルは炭化水素系のオイルといって、ワセリンなんかと同じグループのオイルになります。なので結構敏感肌な方とか肌トラブルがある方などにも使っていただけるほど肌なじみが良くて優しいオイルになります。スクワランオイルはお肌にこう潤いのベールをこうまとってくれるような、保護してくれる働きがあるので、年齢肌のような皮脂が出にくい人にはすごくおすすめなオイルなんです。そしてお肌の水分の蒸発を防いで、外部刺激からお肌を守ってくれる働きもあるんです。なので私たちのような年齢肌になった人にはこのスクワランオイルめちゃくちゃおすすめなんです。クリームだとベタベタしてちょっと好きじゃないという方にも、スクワランオイルならさらっと肌に馴染んでくれるので割と使いやすいと思います。スクワランオイルには3つの由来があります。1つはサメ由来、もう1つはオリーブ由来、そして最後にサトウキビ由来、この3つです。サメ由来は動物性で、オリーブとサトウキビは植物由来になります。最近はトレンドとしてクリーンビューティーだったりビーガン処方だったり、まあ、そういったものが流行っているので、ここはライフスタイルで選んでもいいと思います。私が一番おすすめしているのはサトウキビ由来のスクワランオイルです。なぜかというと、まずテクスチャーが一番軽いんですね。でこれは原料メーカーのデータになるんですけれども、一番肌なじみがいい、そして軽いテクスチャーなので、どなたにでも使っていただけるからです。そしてサトウキビは再生が可能な資源というふうに言われています。つまりサステナビリティですね。最近話題の SDGs に適合した原料だと思います。なので環境に優しく、次世代型スクワランというふうにも言われています。
スクワランは様々なメーカーさんからスクワランオイルという商品が出ています。この時にしっかりチェックしてほしいのが、化粧品の裏に書いてあるラベルです。そこの後ろに全成分スクワランと書いてあるものを選んでください。その他いろんなものが入っているとそれは 100% のスクワランのオイルではないということになってしまいますので、ぜひ裏を見て全成分スクワランと書いてあるものを選ぶようにしてみてください。いろいろなメーカーさんからスクワランオイルは出ています。例えばハーバーさん、それからチフレさん、こちらの2つはサメ由来のスクワランオイルを使っています。そして無印良品さんからもスクワランオイルは出ています。こちらはオリーブが由来のスクワランオイルになっています。はい、そしてこちらがですね、私がプロデュースしているスクワランオイルなんですけども、このスクワランオイルはサトウキビ由来になります。そしてこの中に炭酸ガスを入れているので、スクワランプラス炭酸ガスという形になっています。でこれ出すとシュワシュワしています。出す時にちょっと出すぎちゃうっていうことがあって、よくねコントロールが難しいって言われてしまうんですけれども、これコツがあるので慣れればねきっと上手にできると思うんですね。でちょっとやってみたいと思います。シュワシュワを見せたいんだけど見えるかな。では行きます。シュッと、流れてしまってよく見えないかもしれません。こんな感じでですね、シュワシュワしたオイルが出てきます。でこれをちょっと私今ファンデーション塗ってないので、このままお肌に塗ります。もう本当にベールを貼ってくれるので、ちょっと乾燥してカサカサしがちな時とかにしっかりスクワランオイルをこう上に重ねてもらえると、すごくね保護されて外部環境の刺激なんかからも守ってくれるので、めちゃくちゃおすすめです。美容オイルにはいろいろな種類がありますが、私が断然スクワランオイルをおすすめする理由っていうのは、やっぱり安定性が高いから肌にはとっても安心して使えること、そしてどんな肌の方でも使っていただけるっていうこと、それからテクスチャーが軽くて結構ね植物オイルと比べたらベタベタしないので肌なじみがいいというところです。なので皆さんもよかったらねスクワランオイル取り入れてみてください。年齢肌の方にもものすごくおすすめなオイルになります。はい、というわけで今日の動画はいかがだったでしょうか。この動画が良かったよっていう人はぜひねグッドボタンをよろしくお願いします。そしてコメントもぜひお待ちしてます。コメントは全部見てます。よかったらねコメント残してもらえると返信も必ずしますので、ぜひコメントも残してみてください。それから私の公式 LINE にぜひ登録してみてください。登録してくれた方には炭酸化粧品の手作りレシピ本っていうのをプレゼントします。その時に必ずコスメレシピと書いて送ってください。レシピ本をお送りします。というわけで今日も最後まで見ていただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。それではね、またね。そしてサトウキビは再生資源可能、そしてサトウキビは再生可能資源なので、環境に優しく次世代スクワラン、こちらも確か